った市川染五郎、歌舞伎界の次世代プリンス松本金太郎くん12歳。お話を聞いていると意外な一面が見えてきました。夏休みどこか出かけましたか？先月は父さんが大阪に出てたので、大阪行って観光はしました。どこ行ったんですか？ユニバーサルスタジオジャパンとか、あと吉本新喜劇が好きなので。そうなんですか？え、お笑いお好きなんですか？お笑いっていうか新喜劇が大好き。実は金太郎くん、おとなしい性格とは裏腹に吉本新喜劇が大好きなんです。中でも好きなのが茂蔵が好きです。つまらないものですけど、皆さんでどうぞ。つまらないものにはあーと入っちゃう。辻元茂雄さん演じる茂蔵じいさんのファンだということです。また金太郎くん、フィギュアも大好き。特に仏像のフィギュアに夢中だそうで、楽屋にも毘沙門天のフィギュアが置かれています。そこでスッキリはアフロ仏の異名を持つ五光十位阿弥陀仏のフィギュアをプレゼント。その反応は？小さな声ですごいと一言。喜んでもらえていると良いのですが、さらに楽屋の傍らにもう一つ気になる存在が。それは犬のぬいぐるみ。こっちがボンで、こっちがボン吉です。ボンとボン吉のうちの中に2人の専用の劇場を作って、そこにこの2人にお芝居をやらせるんです。どういう風に演技をさせるんですか？ボンは妹が担当する感じ。こう舞台をこう作って、こう動かして。こちらが実際の写真。自宅に木や段ボールで芝居小屋のミニチュアを建設。その名も犬丸座。ここにボンとボン吉を登場させてお芝居をしているんです。基本的には自分で一から台本を作って、新しいお芝居をやってます。ほとんどがこうパソコンで台本を作って、それでそれを印刷して、それを覚えてやってる。脚本、演出、そして美術までこなすというものづくりへの情熱が将来のマルチな活躍を期待させてくれます。来年の襲名披露興行では高麗屋のお家芸、勧進帳の義経などを演じる予定です。意気込みについて聞いてみると、やっぱりその大好きな勧進帳に出れる、義経で出れるっていうか、それに向けていろいろ顔とか化粧とか動きとかに基本的なとこからお稽古してきた。うわ、ちょっと12歳とは思えない色気だね。落ち着きと、なんか見た目18歳ぐらいに見えちゃう、でもなんか会話聞いてるとね、ああいうなんかぬいぐるみ遊びが好きだったり、ちょっと子供だなっていう感じも、なんか両面兼ね備えてる感じがね。ちょっと影があるとこがいいですね。そう、たまらない。なんかそうだね、少女漫画に出てきそうな。いや、本当ですよね。手足もすごく長くて、顔も小さくて、もう惚れ惚れするような。夢中じゃないですか？夢中になりました。トムスカさん、どうですか？いや、もう金太郎くんかっこいいし、もう将来すっごいね、さらにかっこよくなりそうですけどね。やっぱりね、こう日本の伝統芸能の将来の担い手がこう出てくれるってすごい頼もしいですよね。中山さんはハマったと。いや、もう舞台終了後お疲れの中お話聞かせていただいたんですが、かっこいい、美しい、爽やか、そして、ギャップがある、その
物静かな感じなのに舞台に立つと堂々と凛々しくて、でまた新喜劇が好きっていう、このね、いろんな魅力が詰まった12歳、ね、素敵ですよね。すぐハマりすぎてさ。いやもう本当に素敵でした。いやでも分かる、その気持ちは。いろんな趣味がある中で、こちらご覧ください。絵を描くのが好きという絵なんですね、こちらお母様のインスタグラムなんですが、プライベートだけではなく雑誌で絵の連載も持っているそうで、基本は自分が演じてみたい歌舞伎の役を描いているそうなんですが、最新号どんな絵を描いたかといいますと、こちらわかります？スイニードット、そうです、のジョニーデップということで、今までは歌舞伎俳優以外に興味なかったそうなんですが、まあ、最近そのジョニーデップさん興味を持って初めて好きになったハリウッド俳優で、金太郎さん、このスイニートット歌舞伎にしたら面白いだろうなって考えているそうで、だけど内容が怖いので2度目がなかなか見られないってことなんですよね。そこがね、可愛い、すごいな、そのなんか、ね、両面持ち合わせてる感じね、これ連載してるんですか、婦人画報で。そうなんです、連載していて、毎月毎月こういう自分の絵とともに文章を載せているっていうことなんですよね。わー、宮崎さんちょっと楽しみですね、ね、まあ、当然あの歌舞伎の役者さんとしても楽しみだけど、はい、何かね、創作歌舞伎なんかは本当ですね、感じですよね。で、現代劇のお芝居とかもなんかすごいできそうなというか、その後ね、映画監督とかさ、ね、うん、まあ、いろんな才能が ね方がしているのが見えますね。だから今中学校1年生ですから、こっからグググっと男っぽくなっていったりとか、魅力がさらに倍増する可能性があるということですね。これ来年1月ですね、八代目市川染五郎を襲名するということです。はい、中村さん、ありがとうございました。